ついに映画化。え、俺の体が。彼女を守りきらなければ天地が消滅してしまう。そんなことって冗談じゃねえ。私たちは26年前に乗り込んでアチカ殿を守る。今を取り戻すために。天地無用インラブ。あなたたちが来てくれて楽しかった。